スゴ技を見ているみんなに直伝しちゃうコーナーにゃ。直伝にゃ。今回はドンキーコングトロピカルフリーズからとっておきのスゴ技を直伝。どんなスゴ技か楽しみにゃ。ドンキーコングは仲間と一緒の時はこんな感じで転がり続けて敵を攻撃できるのは知っているかにゃ。嘘でしょ、敵を蹴散らしながら進んでる。実はこの技、他にも便利な使い方があるんだにゃ。今回はその使い方を直伝。こうやって転がりながら水面に触れると、ほら、水の上を跳ねながら進んでいけるんだにゃ。嘘でしょ、その発想はなかったにゃ。タイムアタックで最速クリアを目指す時にも役に立つし、何より気持ちいいんだにゃ。マップの中で道が二手に分かれているけど片方には進めないって経験をしたことはないかにゃ。コースは見えているのになぜか進めないにゃ。実はそのコース、隠しコースといって、普通のゴールとは違う隠しゴールから進まないといけないコースなんだにゃ。隠しコースに隠しゴール、なんなのこのワクワクする響き。今回直伝する隠しゴールの場所は1の2の後半のここ。こんなところに何もないじゃない。普通なら水流が強くて進めない場所なんだけど、ディクシーと一緒だとできるポニーテールスクリューを使えばこんな風に流れに逆らって進むことができるんだにゃ。嘘でしょ、まさに神技ね。ここを進んでゴールすると今まで行けなかった隠しコース1の A に進めるようになるんだにゃ。どんなコースか気になるにゃ。今日のスゴ技はここまで。今回もためになるスゴ技ばっかりだったにゃ。次は星のカービィトリプルデラックスのカービィファイターズで有効なテクニックを紹介するコーナーにゃ。今回はどんな能力が紹介されるかにゃ。それじゃ VTR いってみにゃおん。カービィファイターズ最強への道。諸君、ポピー能力の修行は順調かな。このコーナーではカービィファイターズで使える10種類のコピー能力の特徴とテクニックを伝授していくぞ。今回紹介するコピー能力は手数の多さが魅力の2つの能力、ウィップとファイターだ。ウィップは無知を使って戦うぞ。一発の攻撃力はそこまで高くないが、攻撃距離の長さに優れた能力だ。基本技のムチ打ちを連打すると強烈な百裂ウィップが発動する。積極的に百裂ウィップにつなげていこう。またアイテムを絡め取って引き寄せることができる。ライバルよりも先にアイテムを手にして有利に戦おう。そして敵をキャプチャーウィップで捕まえてから投げ飛ばすといった攻撃も可能だ。左右と上空の敵を巻き込んで攻撃する大技パラダイス台風は大迫力。キャプチャーウィップで捕まえて上に投げてからパラダイス台風で追い打ちをかけるといった使い方もおすすめだぞ。次は格闘技の使い手ファイターだ。 B ボタンでパンチを繰り出すが、押す長さに応じて2種類の技が発動する。長めに押すとスマッシュパンチだ。衝撃波で少し遠めの敵にも当てることができる。短めに押せばバルカンジャブだ。連打している間出し続けることができるので心ゆくまでパンチしまくれ。ダッシュしながら繰り出す蹴り技も E ボタンを押す長さで変化するぞ。 E ボタンを長めに押せばスピンキックだ。3発の蹴りを全て当てるとダメージが大きいぞ。 E ボタンを短めに押すと足払いだ。一見地味に見えるが強烈なアッパーを放つライジンブレイクにつなげやすい便利な技だ。ファイター唯一の飛び道具である波動ショットは溜める時間に応じて威力が上がる。最大のギガ波動ショットは威力も高いし遠くまで飛ぶぞ。速攻メガ波動ショットはコマンド入力だけで溜める必要がない便利な技だ。コマンド入力が得意な君はぜひ活用してほしい。今回の修行はここまで。また会う日まで修行を怠るな。能力紹介ももう6種類目。今まで紹介した能力について
ぞクッパ軍団へ。このコーナーでは我がクッパ軍団の誇る仕掛けや団員を紹介して、見ているお前たちをクッパ軍団に入りたくてたまらなくさせてやるというコーナーだ。ありがたいだろう。それでは早速君の先輩となるこの団員を紹介しよう。クリボーだ。こいつがいるところにマリオが現れると言っても過言ではない。我が軍の誇る往年の名プレイヤーだ。クリボーにはたくさんの種類がいるが、今回はその中から4種類を紹介しよう。俺が猫クリボーだ。マリオ、スーパーベルでパワーアップできるのはお前だけじゃないのだぞ。こいつはベルの力で飛びつき攻撃が可能になったのだ。ただし足しかないから壁登りは苦手なようだ。続いては浮き輪クリボーだ。クリボーは泳ぐことができないから、このように浮き輪で水上を見張ってもらうことにした。ん？こいつ寝ているのか。こら起きろ。このクリボーはスケート靴を履いているぞ。スケート靴で氷上をうまく滑ることができるんだ。よし、そのスピードを生かしてマリオを追い詰めるんだ。あ、スケート靴をマリオに取られただと。バカ者め。最後にこいつ、タワークリボーだ。どうだ、高いだろう。なんと最大で30段も積み重なることができるのだ。積み重なる理由がわからない。そんなことどうでもいいのだ。大きいことはかっこいいのだ。どうだ、我がクッパ軍団に入団したくなったであろう。我が軍はいつでもお前の入団を待っているぞ。じゃあな。これから流れる映像のどこかにドットルイージが隠れているから、よーく見て見つけてみよう。わかったかにゃ。わからなかった人のために答えをわかりやすくしてもう一回。上の方に注目よ。今回のニャニャニャネコマリオタイムはこれで終了。次回もとっておきの情報をお届けするから絶対見てほしいニャ。それじゃあ。